オラピュアーシュボイシャーカンダンディー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショットガンダンディー三条です。今回もやってまいりました和訳解説動画、早速やっていきましょう。ということで今回解説する曲なんですけども、スカーフェイスで I seen a man die という曲を解説いたします。スカーフェイスなんですけども、彼でございます。で、彼はですね、1988年から活動をしております。結構長い間活動してます。で、今年53か54かそれぐらいなんですけども、こんな感じの見た目でございますね。昔はちょっと太めでごつかったんですけども、やはり年とともに細くなってってこんな感じになっております。というのも彼実は肝臓をですね、息子から半分移植されて生きながらえております。そういういきさつとかもありますね。で、今回スカーフェイスの曲をやった理由があるんですけども、実は最近タイニーデスクコンサートっていうので、プチコンサート、プチライブみたいなのをやったんですけども、それが非常に良くて、自分も見て完全に食らいすぎてしまいました。久しぶりにスカーフェイスをね見たし、で、楽器を使っての音の上にスカーフェイスの名作をこう歌うみたいな。で、50代になった今のスカーフェイスが、当時のいかつさもちょっと影に潜めながらもおしゃれな感じになってて、で、当時歌ってたあの曲がこの大人になって歌ったことによってより一層なんか味を出してきて、本当に自分食らっちゃったので、もうこれは一曲和訳解説するしかないということで今回やらせていただきました。ちなみにこのタイニーデスクコンサートっていうのが確か2023年の12月の半ば頃に公開されました。本当に食らったので、今もう2024年になっちゃったんですけども、ちょっと時間空いちゃったんですが、どうしてもやりたかった解説でございます。で、今回はそのタイニーデスクコンサートの中でも披露してた一曲を解説いたします。で、このタイニーデスクコンサートの動画は概要欄に貼っておきますので、本当にヒップホップが好きならぜひとも見てほしいです。概要欄に貼っておきますのでお願いしますっていうところですね。で、今回はそのタイニーデスクコンサートの中から一曲 I seen a man die という曲を解説していこうと思っております。タイトルの意味としては、俺は死んだ男を見たっていうような意味のタイトルです。そのままの意味ではあるんですが、歌詞の中でその意味がより深く表現されてて、より深掘りをしていく感じになっている素晴らしい歌詞ですので、ぜひとも見ていきましょうというところです。ちなみになんですけども、ビルボードがですね、2023年に出したヒップホップ史上最もすごいラッパー50人をランキング形式で発表したんですけども、その中で見事に16位に輝いたのがこのスカーフェイスでございますね。ちなみに17位が50セントで、15位はというと J コールですね。その間にスカーフェイスがいる、それぐらいすごいラッパーってことを知った上で、早速解説いきましょうというところです。早速イントロから2人の会話が始まってるんですけども、この登場人物はスカーフェイスの中での空想の中で出来上がった登場人物です。ちなみにごめんなさい、もう一つ言い忘れてたんですが、この曲の歌詞を書いた時、スカーフェイスっていうのが非常にマリファナでハイになってる状態の時に歌詞が降りてきたみたいな表現をしておりますね。で、そのまま書いて、そのまま歌ってレコーディングをしたというようないきさつがあります。当時はもうハイになりすぎてて出来が良くないと思って、2日後ぐらいに全然ハイじゃない状態で聞いたら、あのハイの時のイメージと同じように聞こえたから、あ、これは絶対に人の心をつかむだろうと思って、そのままリリースした曲です。ちなみにちゃんと様々な人の心を見事にキャッチした名作でございますね。それを踏まえて早速和訳と解説いきましょう。So what you gonna do when you get out of here, cat daddy? 直訳すると、おい、キャットダディよ。ここから出るとき、お前はどうしようとしてるんだっていう会話です。で、これはもう明らかに刑務所の中にいる二人の会話であり、で、このキャットダディという架空の登場人物が出生する直前の会話みたいな感じなんですね。I don't know, dog. I'm just trying to live it one day at a time, you know? 直訳すると、わかんねえよと。ただ、俺は一日ずつ生きていこうとしているだけだ。わかるだろ?みたいな直訳です。会話ですね。そのままの意味です。How are you talking, man? Live it one day at a time. It ain't nothing but a thing, though, bro. Yeah, I hear you, fool.で、I hear you talking, man. Live it one day at a time. まだ刑務所の中にいる予定のこの友人が聞こえるぜ。わかってるぜ。一日ずつだよな。頑張れよ。みたいな感じで言ってます。It ain't nothing but a thing, though, bro. で、またその残る方の白人の方のやつが言ってるんですけども、大したことないだろう。兄弟よと。そんなに心配せずにうまくいくさ。みたいなことを言ってるわけですね。出所しようとしてる黒人の方は、Yeah, I hear you, fool. って言ってるんですが、言ってることわかるぜ。そうだよな。そうだよな。みたいなことを言っている感じですね。Well, let me get up out of here. I'm a ride on the way from. All right, guys. Take it easy, man. Stay up for it. Peace.
会話が終わりに近づいていくんですけども Well, let me get up out of here. My ride out here waiting for me. 直訳するとじゃあそろそろ行くぞ。俺のお迎えが来てるみたいだしな。待たせたくねえからみたいなこと言ってますね。まあもう帰る時ですね。で残された方がそれに対して Alright, cat daddy, take it easy, baby. 分かったよ、キャットダディよと。元気でなみたいなことを言うわけですね。で You stay up, fool, peace っていうわけですね。帰るやつが刑務所の中に残るその人に対して頑張れよと、刑務所の中で頑張れよって言って、まあ、その残る方がピースじゃなみたいなことを言ってるわけですね。で別れる時って大体当時特になんですけども、別れる時にバイじゃなくてピースっていう人が多かったですね。ちなみに電話とかでも切る時にピースって言って切ることが多かったです。94年なので特にそういった切り方や別れ方が多い時代だったっていうのは、まあ、ちょっとした解説ですね。で早速バース1が始まっていくんですけども、刑務所から出た直後の話から入っていきます。ちなみにミュージックビデオでも時系列でそういった様子が描かれているので、これ概要欄に貼っておきます。ぜひともミュージックビデオも見ていただきたい次第でございますね。で He greets his father with his hands out。 直訳すると彼の父親との再会を手を出してみたいな直訳ですが、父との再会で握手をしている様を表しているわけですね。で His とか He って言ってるので3人印象的にスカーフェイスが歌ってくれている感じです。なので本当に登場人物、まるで映画かのようにストーリーテリングみたいなスタイルでラップしてくれている感じなんですね。 The rehabilitated slightly but glad to be the man's child。 少しだけ更生してるけどその男性の息子であることを誇りに思っているっていう直訳ですが、そのままの意味ですね。その出所した彼の精神状態を表しているわけですね。何を考えているかを表しているんですが、ちょこっとだけ刑務所にいたことに対して更生の気持ちが入ってるし、とりあえず今は父親との再会を楽しんでいるわけなんですね。今父親の息子であることを誇りに思うしありがたく思うみたいな表現をしている感じなんですね。 The world is different since he's seen it last. Out of jail, been 70 and he's happy that he's freaking nice. That the world is different since he's seen it last. 直訳すると彼が最後に見た世の中とはちょっと変わってるみたいな表現をしてるんですが、シャバ、久しぶりのシャバがちょっと変わってるっていうことを言いたいわけなんですね。 Out of jail, been 7 years and he's happy that he's free at last. 直訳すると刑務所からやっと出てきて7年経ったと、刑務所に7年いたけどやっと出てきて自由になったんだ、で自由になったことを喜んでいるんだみたいな表現です。これもそのままの意味なんですけども、その出所した人の気持ちも表してるし、曲の聴き手もそれをイメージできるようにちゃんと歌ってくれている感じなんですね。 All he had was his mother's letters. Now he's broke and he's gotta make a change and make it full of fit. All he had was his mother's letters. 直訳すると彼には母親からの手紙しかなかったという直訳ですが、まあそのままの意味ですね。刑務所にいる間に送られてきたであろう母親からの手紙、頑張れよとか、こういうことが最近あったよとか、そういう近況とかを手紙でやり取りしてたわけなんですね。これは刑務所あるあるです。出所したばかりなので彼の持ち物といえばその母親の手紙だけなんですね。でこういう表現をすることによって彼がどんだけ母親を愛してるかとかも伺えるわけなんですね。7年間の間ずっと刑務所にいて、その間ずっと手紙をもらってたはずなので、それを大事に取っておいたってことも伺えるわけなんですね。でアメリカ人、特に黒人というのは母親のことを大事にする文化があるので、そういったところも見受けられるリリックとなるわけなんですね。 Now he's mobile and he's gotta make a change and make it for the better. 直訳すると今彼は携帯になってて、より良いチェンジをしないといけなくなっているっていうような直訳です。でこの携帯モーブルっていうところなんですけども、動きが軽やかになってる、自由になったのでどこにでも行けるような感覚みたいなニュアンスなんですね。動き回ることができるって言ってるわけですね。でその中でより良い人生を送らないといけないっていうような精神とメンタリティ状態であることをここで示唆したいわけなんですね。母親と父親と再会してもう刑務所には戻りたくないと思っていることが伺えるわけなんです。 But he's black, so he's got one strike against him. And he's young, plus he came up in the system. But he's black, so he's got one strike against him. 直訳するとでも彼は黒人であり、すでにストライク1がついているっていうような直訳ですが、どういったことか、実はアメリカの州とかによってもちょっと違うんですけども、3ストライクルールみたいなのがあって、3回捕まったらその犯罪が何であろうと重い刑が課せられるみたいな法律があるわけですね。これざっくり言ってるんで細かいところではもちろんちょっと変わってたりするんですけども、とりあえずどんな罪でも3回捕まって
しまったらこの3回目は必ず刑務所に入れられる、そして結構重ための刑を与えられるっていうような考え方の法律があるわけですね。その法律のシステムを知ってることも聞き手に教えたいし、なんなら知らない聞き手にもそういう1ストライク2ストライク3ストライクルールみたいなのがあるんだよってことを教えたいわけなんですね。で本来なら犯罪行為をしないとストライクがつかないんですけども、で本来なら犯罪行為をしないとストライクってついていかないんですが、今回のこのリリックでは彼が黒人であること自体でもうすでにストライクがついてしまってるっていうような皮肉を込めてるわけですね。当時は結構アメリカでは昔になればなるほど黒人だから捕まるっていうような考え方がありました。今もありますが非常に減ってきております、その規模というか。昔の歴史になればなるほどその黒人ってだけで捕まえるっていう考え方の規模がでかかったわけですね。いっぱい考えてたわけなんですよ、そういうふうに。で1994年っていうのは結構まだまだその考えが根付いている感じなんですね。なのでその黒人差別的なニュアンスをここで入れてきてるわけなんですね。その法律のシステムを混ぜつつっていうところです。非常に巧みですね。で、He's young plus he came up in the system。直訳すると、彼はまだ若くて、しかもシステムの中で成長してきたみたいなことを言ってるんですが、どういったことか。若くて黒人っていうのも結構危ないわけですね。結構目の敵にされるわけなんですよ、警察官たちに。まあ、そのことを言ってる。で、came up in the system っていうのは、システムの中で育ってきたっていう直訳ですが、それは刑務所とか、そういう政府のシステムの中にいたってことが言いたいわけですね。要は、刑務所の中にすでに時間を過ごしたってことが言いたいわけですね。その刑務所とか政治とかそういったものをシステムと言いくるめて言うわけなんですね。But he's smart and he's finally making 18. 直訳すると、でも彼は頭が良くてやっと18歳になったみたいな直訳ですね。そのままの意味ですね。で、18歳っていうのがもう驚きです。18歳の時点で7年間刑務所にいたっていうことは、11歳の時に少なくとも捕まってしまっているわけなんですね。で、これは本当に残念なことですが、意外とあるあるなんですよ。若い時から薬物を売ったりする黒人が非常に多かったです。これは未だに続いてます。よく最近でも見るドリル系のね、危ない14歳のラッパーとか、ギャングメンバーとか、もう未だにいるんですけど、ニューヨークの方とかでも。もう昔から若い黒人が薬物を売ることもあったわけなんですね。ノートリアス B.I.G. とか有名なラッパーは、ちなみに12歳ぐらいから薬物を売ってるってことでも有名なんですね。And his goal is to get on the top and try to stay clean. 直訳すると、で彼の目標は、彼のゴールは頂点になることであって、その頂点になる道中で綺麗に居続けることっていうような直訳ですが、どういったことか。まあ綺麗に居続けるっていうのは薬物をやらないってことなんですね。でここがまさに頭が良くなった部分なんですよ。でもう一つ伺えるのが、多分11歳の時に捕まった時は薬物をやってしまってたわけなんですね。なのでちょっと判断が鈍っちゃってたから捕まってたこともこのラインで伺えるわけですね。なので今度は刑務所から出てきて、もう薬物を一切やらずにずっと自分の集中を保ったままその業界の中でトップを目指すんだっていうわけですね。ただここでもう一つ伺えるのが、また同じような犯罪行為に走ってしまってるんだろうなっていうのが、もうこの時点で伺えるわけなんです。So he's calling up his homie who done came up. 直訳すると、だから彼は成功した友達仲間に電話をしたっていう直訳です。そのままにですね。で、何に成功したかなんですけども、次のラインで確定します。Living lavish, now they dealing with the same stuff. 訳すと、豪華な人生を生きている。で、今となってはまた同じようなものをさばいてるみたいな表現をしてるんですが、ここでまた同じく薬物を売ってることが伺えるわけですね。で、ここで薬物っていう単語を一切使わないところがまた面白いし、巧みなんですよ。普通なら薬物を匂わせるような単語を入れるんですが、それを全く入れてないわけなんですね。ただ、豪華な暮らしをしていることと、came up、成功したっていう単語だけで、何で成功したかと、なんで豪華な人生を歩んでるかっていうのが分かる人は分かるんですよ、普通に。なので言う必要がない。これをすることによってもっと奥の狙いがあるんですけども、ラジオで流れるようにこういったことをしてるわけですね。よく見ればここまで一回も放送禁止用語を使ってないわけなんですよ。ラジオでは流しきれない言葉。まあ、よく使われる、必ずと言っていいほど使われる N ワードも一回も入れてないわけなんですね。これはわざとだし、逆にすごいことなんですよ。未だに絶対と言っていいほど、ヒップホップの曲には少なくとも N ワードが入ってたり、放送禁止用語ってまだまだいっぱいあるんですけども、絶対必ず入ってるわけなんですよね。薬物の名前だったり、今回は一切入ってないわけなんですよ。その辺は、ラジオで流す目的ももちろんそうなんですけども、
俺はそういう汚い言葉を使わずともすごいラップができるんだっていう他のラッパーに対する見せしめでもあるわけなんですね。それぐらい俺はスキルがあるぜっていうことも隠れメッセージとして伝えたいわけなんですよ。他のラッパーとこの曲の聴き手に素晴らしいことを実はやってる感じなんですね。 And had that attitude that who he was was worth land. And with that fucked up attitude he killed his first man. And had that attitude that who he was worth land. 直訳すると、で彼が土地ぐらいの価値があるような振る舞い方をしてしまったみたいなこと言ってますね。ここでちょっと調子に乗ったってことが簡単に言いたいわけなんですね。それを表現として土地と同じような価値があると思っているみたいな表現をしているわけですね。土地っていうのはアメリカでもかなり高価なものだし、土地を所有している人たちはやっぱりステータスなんで、それぐらい自分がすげえやつだって思い始めて調子に乗って天狗になっているってことを言ってるわけですね。ここではもうすでに薬物をさばいてもうある程度成功してきていることも伺えるわけです。 And with that fucked up attitude he killed his first man. 直訳すると、そしてその曲がった性格、その調子に乗った振る舞いのまま彼が初めて男を殺害したっていう直訳ですね。そのままの意味です。でここで初めてこれ F ワードファクトで使うし、ここでキルドっていう2つの禁止用語を入れてるんですけども、これわざとなんですね。これもまたここで初めてダメな言葉を入れてるのはなぜかというと、ここで誰かを殺めてしまってるからなんですよ。だから殺めてしまったことのその危険さを表すために、どうしても危険用語、放送禁止用語を使ってるわけなんですね。ここで P をわざと入れさせようとしてるんですよ、ラジオ的にも。でラジオで流れる時にこのキルドとファクトのところがピーピーってなるので、それも意識しての言葉のチョイスなんですね。非常に素晴らしいです。でここでこの空想の中の主人公が誰かを殺めてしまったことも言ってるわけですね。 Now it's different, he did dirt and realized killing it me coming up but it's still hurt. Now it's different, he done did dirt. 直訳すると、今となっては全てが変わった、やつは泥が塗られたっていう直訳ですが、誰かを殺めてしまったのでもう戻ることはできない、そして全てが変わったんですよね。精神的にも変わったし、もう人生が変わっちゃったわけなんですよ、誰かを殺めて。でここで面白いことしてるんですけども、出所直訳後はステイクリーンって言ってるわけですね。綺麗のままでいるって言ってたんですが、もうここで汚れてしまったわけなんですよ。泥、dirt っていう単語を使ってるので、そこで伏線回収もしてるし、リンクさせてるわけですね。巧みなことをしてます。なので誰かを殺めてしまって、ずっと綺麗なままトップを狙おうとしていたのに、ここでそれがダメになって、誰かを殺めることによって汚れてしまったわけですね。それはもちろん自分のキャリア的な問題もあるんですが、精神状態も汚れたし、自分の魂が汚れてしまったわけなんですよね。まさに今回の曲はそういったことを歌っている曲なんですね。 And realize killing men meant coming up, but it still hurt. 直訳すると、ここで殺めることこそが上に向かうステップに必要なものだって気づいたけど、それでも痛みを覚えるみたいな表現をしてますね。ここで誰かを殺めれば自分がその穴を埋めるじゃないですけども、どんどんのし上がっていけることを気づいたけど、でも人を殺すことはやっぱり痛い、やっぱりきつい、精神的にきつい、殺めたくない本当は、みたいなことが言いたいわけなんですね。And can't nobody change this. It's 1994 and we up against the same shit. And can't nobody change this. 直訳すると、でこれはもう誰にも変えることができないんだって言ってますね。これはいろんな意味が入ってるんですけども、もう殺めてしまった後なので、もう後戻りできないんだってことももちろん言いたいし、この誰かを殺めればのし上がっていけるこのシステム自体も誰にも変えることができないってことも言いたいわけですね。でこれはもちろんギャングスターの中のシステムでもあれば、国全体、世界中全体のことも言ってるわけですね。この世界では誰かを殺めてしか上にのし上がっていけないんだってことも言いたいし、それが悲しいことだって言いたいわけなんですね。 It's 1994 and we up against the same shit. 直訳すると、もう1994年なのにまだ俺たちは同じことを繰り返しているよって言ってますね。これで示唆したいのは、歴史的にやっぱり人類の歴史を振り返った時にずっと殺し合ってきたわけなんですよ。さっき自分が言ったように、世界全体で誰かを殺めないとどうにもならないわけなんですね。その現状がずっと続いてるし、世界規模でもそうだけど、自分らが住んでるこの下等、この危ない地域、黒人の地域も結局同じなんだってことが言いたい、かなり深いリリックなんですね。で俺らは人類としてまだこんな殺め合ってて痛いのに、お互いまだ殺し合ってんのかよ、1994年にもなってっていう嘆きが入ってるわけですね。でこれタイニーデスクコンサートで歌った時に、この1994年を2023に変えてましたね。そこがまたグッとくるところなんですよ。本当に2023年になってもこういったことが繰り返されてるわけなんですね。世界規模もそうだし、さっきも説明したように、いまだに14歳のギャングスターとかって言ってラップして出てくる人たちもいるので、まだまだそういう危ない黒人のコミュニティの中でもこういったことが繰り返されてしまっているわけなんですね。それをまさに歌いたい曲なんですよ。 I never understood why I could
can never see a man cry till I see the man die. I never understood why. 俺はずっと理解できなかったんだと。これはそのままにです。何が理解できなかったのか。I could never see a man cry till I see a man die.直訳すると、俺は誰か男が亡くなるのを目撃するまで泣いている男を見たことがないみたいな直訳です。何が言いたいのか。いろんな意味が実は入ってるわけなんですね。まず、みんな強がるわけなんですよ。特に下等とか危ないギャングスターたちは。強がって泣くことはないけど、自分の友達、自分の仲間が死ぬときはやっぱ涙を流すわけなんですね。悲しみを覚えるわけなんです。なので、自分のこの硬派な仲間たちもみんな普段は生きてて、みんな普段は強がってるけど誰かが亡くなったら泣いちゃうよねってことがもちろんまず言いたいわけですね。でこれは自分たちの仲間うち下等でのそういうちっちゃい規模でもそうなんですけども、もう一つの意味があって、もっと規模を大きくすると何を伝えたいかなんですが、そんな硬派な俺たち、そんな強がってる俺たちですら仲間が死んだ時に涙を流すのに、なんで人間って殺し合うんだってことが言いたいわけですね。でそれがまさに I never understood why、 なんでかはずっと俺は理解できなかったんだってことなんですよ。それを I can never see a man cry till I see a man die っていう、非常に歌ってみたら、アメリカ人として歌ってみたら分かるんですけども、歌いやすいし、なんか言ってて気持ちいいし、まあ聞き手も聞いてて気持ちいい、なんかリズミカルなんですよね。 I can never see a man cry till I see a man die、 リズミカルだし、ちゃんと韻も踏んでるので、非常に強いパンチラインなわけなんですね。でこの当時94年っていうのが、西海岸ではナズとかモブディープとかそういう人たちが売れてる、西海岸側ではデスローが出始めて、そういうギャングスタラップが流行ってる、みんな強がっているラップがめちゃめちゃ売れてた時期なんですよね。その時にこういったリアルで弱い部分も見せてるわけなんですよ。危ない地域の中でもこういう弱い部分と怖さ、俺たちだって恐怖を覚えるんだみたいなニュアンスをこの当時入れてきたのがまたすごいわけなんですね。スカーフェイスのすごいところなんですよ。で見た目もさっき見せたんですけども、やっぱ当時はこうやって結構いかつかったのに、声とかもそういうことを歌うんだみたいな感じなんですよね。で当時の日本の方たちもおそらく和訳歌詞を見れば結構わかるんですけど、でも彼が危ないことを歌ってるように見える印象があったんですけども、実はかなりのリリシストなんですよね。というのも彼実はいろんな経緯があって、自殺未遂とかもしたことがあったり、で精神病棟に入れられたこととかもあったり、結構過激な人生を歩んできてるわけなんですね。なので痛みを知っている人なんですよ、スカーフェイスっていうのが。でその名前もまさにそういったところから来てるわけですね。スカーフェイスのは顔に傷がついてることを言ってるんですけども、自分の顔に傷がついてることももちろんそのまま言いたいんですけども、心に傷がついてることも示唆したいラップネームなんですよね、そもそもが。なのでまあこういったことを歌ってくれている感じなんです。でここでもう一回念を押すかのように Man Cry ってだけ言うんですけども、男って泣くんだぜってことを念を押して言ってるわけですね。どんなに硬派でも、どんなに強がってても男も泣くんだ、俺たちも痛みを覚えるんだ、俺たちも恐怖を覚えるんだってことが言いたいわけなんですね。非常に素晴らしいです。でバース2が始まってきます。 Imagine life at its full peak、 直訳すると人生の最高潮をイメージしてくれっていう直訳です。そのままの意味ですね。自分が最絶頂期、一番幸せな時を想像してみろみたいなことを言ってますね。ですぐにひっくり返すんですけども、 Then imagine lying deadin the arms of your enemy、 そこからあなたの敵の腕の中で倒れて死んでしまっている状態を想像してごらんって言ってるわけですね。ここで分かりやすい陰と陽を見せてくれてるわけですね、聞き手に。でこれこそがそういうスカーフェイスたちとかが生まれ育った地域の危なさなんですよ。さっきみたいに薬物とかを売ってたりするとめちゃめちゃ儲かるんですけど、でその時に有頂天になって、俺めっちゃ儲かってるぜ、最高だぜ、でそれを豪遊してスニーカーだったりお酒だったり大量の大麻だったり、もう豪遊するわけなんですよ。これ映画とかでもよく見るし、ミュージックビデオの中でもよく見かけると思うんですが、そういった人生を歩んでったかと思えば、次の日に誰かに殺害される可能性もある世界なんですよ。それをまさに表してるわけですね。陰も陽も共存しているような地域にいるってことが言いたいわけですね。でこれはもちろん自分たちのフッド、自分たちのこの下等のことも言ってるんだけど、世界規模でも同じでしょってことが言いたいわけなんですよ、まさにこの曲は。なので誰でも共感できるような曲のように仕上がっているわけなんですね。 Imagine peace on this earth when there's no grief. Imagine grief on this earth when there's no peace. でここでまた同じような陰と陽のあれをしてるんですけども、 Imagine peace on this earth when there's no grief、 直訳すると何の悲しみもない平和な世界をイメージしてみろ、
ってるわけですね。もう何にも気にすることない、悲しみも何もない、もう本当に平和しかないこの地球を想像してごらんって言った直後にまた逆を入れてきてるんですけども、悲しみしかない、平和が一切ない、悲しみしかない世界も想像してごらんって言ってるわけですね。これは生と死の比喩でももちろんあるし、さっきの陰と陽の部分を別の方法で表現して表してるわけですね。まさに自分らが住んでいる下等はそんな感じだし、繰り返しになりますが世界規模でも陰と陽は存在するんだよってことなんですよね。で、俺らのいるフッド、この世界はその両極端しかないんだってこともまあ言いたいわけなんですね。で、それがいつでも起こりうるんだってことなんですよね。今幸せな人生を歩んでるように感じるかもしれないけど、明日それがパンってなくなる可能性はあるんだぜ、特に俺らのフッドではってことがまあ言いたい感じなんですね。Everybody's got a different way of ending it. 直訳すると、みんな違う方法で終わらせるんだみたいな直訳ですが、どういったことか。全員必ず方法は違えど死んでしまうんだよっていうことも言いたいし、さっきの平和で悲しみがない平和な世界もいつかは終わるんだよ、みんな方法は違うけどみたいなことも言いたいわけですね。いろんな意味を絡め合わせてます。 And when your number comes for souls, then they send it in. 直訳すると、数字があなたの魂を迎えに来た時に奴らはそれを送り入れるみたいな直訳をしていて、そんな表現をしてるんですけども、簡単に言えば死神とかそういったものが自分の魂を奪いに来た時に奴らはそのまま送り入れるんだ、何も抗うことができないみたいな表現なんですね。何が言いたいかというと、誰にでも死が訪れるっていうような言い方なんですよね。死が訪れるっていうところがまあキーワードです。いつかは死ぬんだってことなんですよ。なのでどんなに平和な人生を歩んでても、陰と陽ってあるけど、結局陰だろうが陽だろうが何だろうが死んでしまうんだぜ、人間っていうものはってことがここで示唆したいわけなんですね。 Now your time has arrived for your final test. I see the fear in your eyes and in your final breath. Now your time has arrived for your final test. 直訳すると、そしてあなたが最後のテストを受ける時間が来たっていう表現ですが、ここで主人公、今まで表してた主人公の死が近づいてきたことを示唆してるわけですね。実はさっきから示唆してたんですけどってところです。もうバース2の最初から主人公の死を匂わせてたわけなんですね。バース1の終わりで誰かを殺害してってトップに近づいたことを示唆したんですけども、バース2の最初で、まあ、それを繰り返してったけど、有頂天になってた時に自分の死が近づいてきたことを歌ってくれてる感じなんですね。で、 I see the fear in your eyes and hear your final breath. 直訳すると、俺はあなたの目の中に恐怖を見えるし、あなたの最後の息が聞こえるみたいな表現をしてますね。これはおそらくですが、これはごめんなさい、自分の考えすぎで自分の勝手な解釈ですが、スカーフェイスは実は死神の目線で歌っているんだと思います。なぜかというと、ここで I see、 自分をやっと一人称で歌うわけなんです、ここで初めて。なので死神がやっとその人のところに来てるっていうようなことも伺えるわけなんですよね。で、そこ、それがあなたの目の中に恐怖が見えるし、最後の息が聞こえるぜ、俺が死神だみたいなことが言いたいわけですね。非常に面白いことをしてます。で、これは主人公が最後の息を引き取ろうとしている様を表している感じなんですね。で、ミュージックビデオの中でも主人公が倒れて、でその間に強盗が彼のお金や高級なものを盗んでってる様を表してるわけですね。まさに陽が陰にバンってすぐに変わる様を表してるわけです。で、 How much longer will it be till it's all done? 直訳すると、全てが終わるまであとどのぐらいの時間がかかるんだっていう直訳です。で、これは死にそうになっている状態なんですね。まだ完全に主人公も死んでないけど、もう死の淵にいるようなことを表してるし、この全てがいつ終わるのかっていうのを待ち遠しい感じで歌ってるので、主人公は今までの自分が犯してきた過ちを早く終わらせたいっていうようなことも示唆したいわけなんですね。で、 Total darkness at ease be at all one 直訳すると、完全な暗さが来て、でそれが簡単に感じて全てが1になるみたいな表現をしてるんですが、直訳すると、簡単に言って辺りが真っ暗になってって、で、ま、真っ暗になっていくにつれてどんどん落ち着いてきて全てが一つになるみたいな表現をしているわけですね。徐々に徐々に死の方へと向かっている様を表している感じなんですね。I watch him die and when he dies, let us celebrate. 直訳すると、私は彼が死んでいくのを見ているけど、彼が亡くなった時に祝福をあげようみたいな直訳ですが、ここでも I、私を使ってるわけですね。これはスカーフェイスが死神の目線から歌ってると私が勝手に解釈します。死神が彼が死んでいく様をこのまま見下ろしている感じが伺えるわけですね。で、彼が亡くなったら死神なんで喜びを分かち合おうみたいなことを言ってるわけなんですね。で、これは聞き手とも分かち合ってるんですけども、もう一つ、これ勝手な自分の解釈ですが、今まで死神が迎えただろう、この亡くなっていく主人公が殺害した人たちに祝福しようぜって言って
ってるわけなんですよね。で、You took his life, but your memory you'll never take. 直訳すると、あなたは彼の命を奪ったが、あなたの記憶はあなたは絶対に奪わない。みたいな表現してます。ここで今まで私とか彼とかって言ってたのに、今度はあなたって言ってるわけですね。で、これ面白いことしてて、これ聞き手に言ってるかと思いきや、私の解釈ですが、先ほど言ったように主人公が殺害してきた人たちに対してあなたって言ってるわけですね。なので彼らが呪ったからこそこの主人公が亡くなってってることが伺えるわけなんですよ。奴らが彼の命を取ったって言ってるんでね、 You took his life っていうのが直訳すると彼の命を取ったっていう意味なんでってところですね。で、あなたの記憶をあなたは取ることができないみたいな表現してるんですが、彼が自分を殺害したことと彼が自分に与えた苦悩や悲しみを取り払うことは何してもできないって言ってるわけですね。これは復讐の愚かさみたいなのも表したいわけですね。なのでやっぱり自分が言ってた解釈が当たってるんじゃないかなと思います。復讐されていることが、まあ、伺えるのでってところなんですよね。面白いことしてます。 You'll be headed to another place and the life you used to live will reflect in your mother's face. You'll be headed to another place. 直訳するとあなたは別の場所に移動するんだよって言ってますね。 And the life you used to live will reflect in your mother's face. で、あなたがこの前に歩んでた道のりはあなたのお母さんの顔で反射するだろうみたいな表現をしてますね。ここの You は死にゆく主人公に対して死神が You って言ってると思います。ここで同じ You ですが違う人に対して今度はシフトして歌ってると私は解釈します。なのでこの死にゆく主人公が別の場所に今向かってるんだよ、それが天国か地獄かはまだわからないけどってことが言いたいわけですね。 And the life you used to live will reflect in your mother's face. そしてあなたが今まで歩んできた道のりがお母さんの顔に反射するだろうっていう表現ですが、これは面白いこと言ってて、あなたが今までやってきた過ち、ダメなことが全てあなたのお母さんの涙に反射するんだよってことが言いたいわけですね。もちろん息子が亡くなるのでお母さんは涙を流すわけなんですよ。で、その涙にあなたの死とあなたが今までやってきた過ちが全て映るようになってしまう。その全てをあなたのお母さんは悲しみとともに味わわないといけないんだってことが言いたいわけですね。非常にリリカルで非常に詩的なことを言ってますね。素敵だと思います。で、今回のパンチラインである I never seen a man cry、 俺は泣いた男を見たことないっていうところともリンクさせてるわけですね。涙っていう部分でってところです。本当に巧みだと思います。 I still gotta wonder whyI never seen a man cry till I seen the man die. サビと言えるのか分かんないですけども、短すぎてサビっぽくしてないのがまたかっこいいと思うんですけど、自分は I still gotta wonder why、 俺はまだなぜかを疑問に思わないといけないみたいな表現をしていますね。このいきさつ、この一連の流れを死神として見てて、また誰か死んで、でまた復讐とか殺し合ってる、だから俺はまだまだなんでこういうことが行われてるかを疑問に思うしかないのかみたいなことを言ってるわけですね。 I never seen a man cry till I see a man die。 ここであのパンチラインが言うわけです。俺は誰かが亡くなるのを目撃するまで男が泣くのを見たことがないって言ってますね。で、3バス目が始まってきます。 I hear you breathing but your heart no longer sounds strong。 直訳すると、俺はお前が息してるのを聞こえるけど心臓はどんどん弱くなってってるなっていう直訳です。これは相変わらずスカーフェイスが死神の目線で主人公を見下ろしてる感じです。で、どうやら攻撃された場所で亡くなることはなく、ミュージックビデオを見ればわかるんですが、主人公がどうにかして報復前進で電話のところまで行って救急車を呼んだわけなんですね。で、こっからは病院の中にいる様を歌っていく感じなんですね。 But you kinda scared of dying so you hold on。But you're kind of scared of dying, so you hold on. でもお前は死ぬのがちょっと怖いからしがみついているみたいな表現してますね。死ぬのが怖いから死なないように生にしがみついている様を表しているわけなんですね。相変わらず死神目線です。And you keep on blacking out and your pulse is low. 直訳すると、そしてたびたび目の前が真っ暗になっていき、脈拍もどん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 下がっていってるみたいな表現をしてますね。ちょっと意識が飛んだり、脈拍が遅くなっていってるのを、まあ言ってるわけなんですね、死神が。で、Stop trying to fight the Reaper, just relax and let it go. 直訳すると、死神と喧嘩をするのはもうやめろ。ただ、リラックスして手放すんだ、みたいな表現をしてますね。ここで、自分の予想をしてたスカーフェイスは死神であること、死神目線で歌ってたことがここで確定します。Reaper、死神っていう単語をもう使っちゃってるので、俺と戦うのはやめて、もうリラックスして手放すんだ。生にもう死神つくのはやめろ。もう行くんだよ。諦めろ。みたいなことを言ってるわけなんですね。
Because there's no way you can fight it though you still try. 直訳すると、なぜならお前はそれと戦う術がないんだ。まだ戦おうとするけど、みたいな表現ですね。まあそのままの意味ですね。ただ、どんなに戦おうとしても結局意味がない戦いだぞってことを言ってるわけですね。And you can try it till you fight, but you still die. 直訳すると、そしてお前は戦おうとすることを試みてもいいんだけど、それでも最終的には死ぬんだぜって直訳です。同じような言葉を並べ替えて同じ意味にしているっていう遊びをしてますね、ここでは。聞いてたらわかるんですけども、非常にいろんなところで韻も踏んでるわけなんですね、その間に。なので結構巧みなことをやってますね、ここでは。巧みな技術を見せつけてきてる感じです。簡単に言って何が言いたいかっていうと、死と戦うな、もがいても意味がないぞ。結局、いつかは死ぬんだしなってことですね。今死ぬことはもちろん示唆したいし、人間はいつか死ぬってこともまあ示唆したいわけなんですね。どんなに戦っても人間、どんな人間でもいつかは死ぬから、もう戦うことすらもうやめろ、みたいなことを言ってるわけなんですね。Your spirits leave your body and your mind clears. 直訳すると、あなたの魂が体から出ていって、で精神がクリアになっていくって直訳ですね。まあそのままの意味です。でミュージックビデオの中でも、まあ、幽体離脱みたいな表現をしてたんですけども、魂が体を抜けてってるわけなんですね。もうそろそろなくなってしまいますってところです。The rigor mortis starts to set. Now you out of here. 直訳すると、死後硬直が落ち着いてきて、今となってはもうあなたはいないっていう直訳ですね。まあ、rigor mortis というのが死後硬直。なので、もう体がやっぱり亡くなった後に、まあ、死後硬直して固まってしまうんですけども、まあ、そのことに言ってて、で、そうなったらもう、あなたの魂は体にいなくて、もうこの世にはもういなくなった。この世からはいなくなったってことが言いたいわけなんですね。You start your journey into outer space. You see yourself in the light, but you're still feeling out of place. You start your journey into outer space. 直訳すると、宇宙への旅が始まるって言ってますね。もうこの世にはいなくて、地球にはいなくて、宇宙に魂が飛び立ったって言ってるわけなんですね。You see yourself in the light, but you're still feeling out of place. 直訳すると、自分自身を光の中に見えるけど、でもまだなんか違和感を感じてる。この場所に、みたいな表現をしてますね。Outer space っていう宇宙の単語と、Outer place っていう違和感みたいな単語で韻を踏んでますね。はい、面白いことをしてます。So you're standing in the tunnel of eternal life, and you see the ones you never learned to love in life.So you standing in the tunnel of eternal life. 直訳すると、そしてあなたは永遠の命のトンネルのところで立っているって言ってますね。これ直訳したままです。そういうトンネルがあることを表現してるわけですね。日本でいう三途の川的な考え方かなと思います。で、and you see the ones you never learned to love in life. で、あなたは自分が人生の中で愛することができなかった。愛することを学ぶことができなかった人たちが見えるって言ってますね。これは愛することができなかったっていう表現をしてるんですが、自分が殺めた人、自分が手をかけて殺めた人が見えるってことが言いたいわけですね。その逆の皮肉を込めた言い回しでっていうところです。非常に巧みですね、やはり。Make the choice, let it go if you can back it up. 直訳すると、今選択をする時だ。もし自分がやった過ちに理由付けができるなら手放すんだみたいな表現をしてますが、簡単に言って何が言いたいのか。アメリカのキリスト教には自分の罪を認めたら許してもらえるみたいな考え方があるわけですね。なので簡単に言ってここで何が言いたいかというと、まあ罪を認めろよと。ここで選択するんだ。ここでお前がやった罪が悪いことだったことを認めなさいみたいなこと言ってるわけですね。 If you ain't at peace with God, you need to patch it up. 直訳すると、もし神様と平和的な関係を結んでいなければそれを修復する必要があるぜみたいなこと言ってますね。ここで伺えるのは、神様がもう目の前に現れて選択を迫ってるわけなんですよ。許しを乞いますか乞いませんかって言ってきてるわけなんですね。で、もし神様と平和的な関係を結べないんだったら、お前修復した方がいいぞってことを言ってるわけなんですね。天国に行くためにってことです。But if you're ready, close your eyes and we can set it free. Eliza might not get it up. May he rest in peace.But if you're ready, close your eyes and we can set it free. 直訳すると、でも準備ができてるなら目を閉じてくれ。そしたら全てを解き放ってあげるみたいな表現してますね。ここでもし認めたら許してあげるよってことを言ってるわけですね。なので、ただもう黙って目を閉じて、で自分で罪を自分の中で認めたら解き放ってあげるよ。自由にしてあげるよみたいなことを言ってるわけなんですね。The here lies a man not scared to die. May he rest in peace. 直訳すると、ここには死を恐れてない男が寝そべっている。彼に安らかな眠りをっていうフレーズでバスを締めているわけですね。まあこれはそのままの意味です。神様との平和、神様との和解ができて安らかに
眠ることを示唆してるわけなんですね。でこれはもちろんハッピーエンドって言ったらおかしいんですけども、人を殺めたにもかかわらず天国に行ったっていう結論に至ってるんですけども、これは何が言いたいのかってところなんですよね。メッセージ性としてはサグライフ、危ないやつら、不良、ヤンキー、日本で言えばねギャングスター、マフィア、悪いやつらっていうレッテルは貼ってるけど、俺らは決して悪いことがしたくてやってるわけじゃないんだ、仕方なくやってるんだってことをメッセージとして与えたいわけですね。で俺らも謝めたりするけど、他の人を謝めてる時に痛みを感じてるんだ、本当は謝めたくないんだ、本当はこういう犯罪行為なんてしたくないんだよ、俺らだって神様も信じてるし、俺らだって天国に行きたい、でも仕方なくやってるんだ、そういう世の中なんだよってことをフッド目線、下等目線で言ってるわけですね。と同時に曲全体的に隠れたメッセージ性として、このフッドだけじゃなくて世界全体がこういう問題抱えてるだろうってことも言いたいわけなんですね。なんなら極論悪人はいないことを示唆してるわけなんですよ。みんな過ちは犯すし、キリスト教的な考えとしては自分でその過ちを神様に認めて、神様と和解さえすれば天国に行くことはできる、なぜならみんな神の子として生まれたからだ、みたいなことを言いたいわけですね。そしてなぜなら最後にまたこれで締めるんですけども、I still gotta wonder why I never seen a man cry till I see that man die. 直訳すると、俺はまだ疑問に思う必要があるけど、あの男が亡くなるのを見るまで男が亡くのを見たことがないっていう風に締めてます。今までは、今 that's あの男って言ってるんですが、今までの2回は till I see a man die a って言ってるわけですね。もう不特定多数の男だったのが、今回は特定してあの男って言ってるわけですね。最後の最後に。なのでこの主人公が死ぬまで男が泣いたのを見たことないって言ってるんですが、もしかするとこの死神がもううんざりになってて、この繰り返される殺戮にもう自分も泣いてしまったことを示唆したいんだと自分は勝手に解釈します。でここのパンチラインにこそこの曲の全体のメッセージが詰まってるんですけども、先ほども説明した通り、どんなに強がっててどんなに悪い人間でも、誰かが亡くなるとき、友達が亡くなるとき、自分が亡くなるとき、家族が亡くなるとき、涙を流すんだって言ってるわけですね。なのでみんな一生なんだよ、犯罪者と普通の人の違いそこまでないんだよってことが言いたいわけなんですね。非常に深いリリックでございます。でこれをね、非常にハイな状態で、マリファナでハイな状態で書いてしまったってことを認めてるんですけども、降りてきたみたいなことを言ってるんですが、それもまた面白い経緯だなと思います。これはスカーフェイスの中でも非常に素晴らしい名作であり、先ほど申したこのタイニーデスクコンサート、ぜひとも概要欄に貼っておきますので、ほんと30分ぐらいしかないので、でその30分が本当に速攻で終わっちゃうぐらい素晴らしい内容となっておりますので、ぜひ見てくださいってな感じですね。で今回ちょっとごめんなさい、いろんなところでぐだってしまったんですけども、あまりにもこうスカーフェイスが好きすぎてテンションが上がりすぎてちょっとぐだってしまいました、すいませんでした。でまあ感想なんですけども、先ほども述べた通りやっぱり素晴らしい曲ですね。でストレートにストーリーテリングしているかのような感じですけども、でもやっぱりところどころでこうポエティック、詩的な部分もいっぱいあるし、ダブルミーニング、トリプルミーニングももちろん入れてるし、でその死神がラップしているっていう構図自体もやっぱりいいし、でフッドだけじゃなくて世界全体のことを考えてたり、でラジオで流れるように極力放送禁止用語を避けてたりとか、もういろんな面白さがある、非常に厚みのある曲だなと思います。さすがビルボードは、まあ、信憑性は、まあ、さておき、ビルボードチャートの中でヒップホップの歴史の中で、まあ、トップ50の中の16位を取っただけのことはあると私は思います。てな感じで、こんな動画を毎週月曜日と木曜日の週に2回公開していっております。もしこの動画気に入ってくださったのであれば、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。で2024年はいろんな動画もやってみたいと思ってますので、それを見逃さないためにぜひとも通知ボタンもポチッとお願いいたします。リクエストも受け付けておりまして、和訳解説してほしい曲があれば、ぜひともアーティスト名と曲名をコメント欄にご記入いただければ、なるべくこういった動画に残させていただきたいと思いますので、ぜひともリクエストもお願いいたします。 X、TikTok、Instagram などなどいろんな SNS もやっております。すべて概要欄に貼られておりますので、ぜひともそちらのフォローもお願いいたします。今回も最後までご視聴いただいて心より感謝しております。本当に本当にありがとうございます。次回の動画でぜひお会いいたしましょう。それでは皆さん、良い人生を。